前回はなんとかね、ここを取って、ここにお城を作ったっていう感じですね。まだここの同盟が、まだちょっとあるんで、その間にこっちを取りたいんですけどね。まずはこの周辺をね、開発するところから。6月になるとね、お金がもらえるんですね。ちょっと歩兵もやっとかないとね。かしこまった。金がないから歩兵ができない。始めよ。金がない。1回分の歩兵ができなくなっちゃった。3月の終わりに、3月の直前にもう1回歩兵ができたんだけど、ここ今やったばっかりだからできなくなっちゃって。建築完了。ここはできない。次の作業に移れ。順調にいってるとね、これ工面があるんです。ちょっと順調にいってんじゃないかな。叩きたいんだけど、ちょっと強いので、ここの兵力を持っていきたいんですけど、同盟がね、まだ2年間あるから大丈夫かな。この兵力を全部向こうに持っていきたい。ちょっと全員来てます。ちょっと待って、ここはね、これやってなかったね。
かしこまった。吉野川を越えて、まあ香川県なのか愛媛県の一部なのか、そういうところを通って、ちょっと待った、このままこっちに行っちゃおうか。お任せあれ。セーブ。まずは壊してもらいますかね。街並みの制圧が完了。行くぞ。陣を変えよ。引け。承知いたした。町並みを制圧しました。田んぼはね、9月にならないとね、収穫できないんですよね。二期作が手に入るまではね、畑の方がいいです。
歩兵できるのか。ここがね、さあ、せよかな、一気だ。行くぞ。敵部隊壊滅。我に続け。敵部隊壊滅。受けたまわりました。かしこまった。帰って戦ってみるか。戦ってみないとね、分かんないんだよ。陣を変えよ。速やかに陣を変えよ。
続け。目標を変えよ。いけそう。いけそうな予感。お味方が城内に突入しました。いけそうな予感です。さっきは強かったけどね。今は弱いかなと思います。お城を攻めてきた時は強いなと思ったけど。敵の城を制圧。敵将を捕らえたり。違ってなかった。かしこまりました。次のお城を建てちゃおう。ちょっと待って、どうしようかな。先に開発かな。
とりあえず12月まで何もできません。お金ができたら市場を建てますね。ここら辺に市場を建てて、この辺の町を もらいたい。あ、でも直接戦った方がいいかな。その方が早いかもしれない。ご飯がね、ないんだよな。お任せあれ。それは関係ないよね。一気が起きてないよ。もう一回歩兵が終わったら戦いに行こう。歩兵はまだ終わってないよね。セーブ。勧告できないかな。勧告、あ、できるね。相馬、じゃあね、いや、歩兵中かな。歩兵中じゃない。ここら辺のやつは全部ゆちくの方に委託し合いましょう。行政変更でございます。行政をね、全部愛媛県に任せましょう。
もうちょっとでね、同盟がね、途切れるんだよね。13ヶ月。その準備もしなくちゃいけないから。これは向こうに、まだ歩兵できるかな。もうちょっと行ったしたら、向こうに運ぼう。で、あとね、ここら辺のやつ、道がつながっていればね、こっちに移したいんだけど、道がつながってない。どうやらもうねなくていいんです。はい、この道がつながったらこれを全部輪島の方にね、愛媛県の輪島の方の行政に任せましょう。どうしようかな。あ、3月まではこのままでよかった。3月になったらご飯をもらえたんだよ。あ、でも歩兵しとけばよかったわ。失敗したな。時間が来ちゃったな。時間が来ちゃった。今回はここまで。セーブ。